今日は台湾でも人気のペイト温泉に向かおうかな。ペイト温泉は台北駅からペイト駅、そして1駅乗り継いで新ペイト駅へと向かう。ペイト駅から新ペイト駅は特別車両が運行している。車両内はいくつかに分かれていて、こちらは五右衛門風呂をイメージしたモニターが設置されている。こっちは木や森など自然をモチーフとした車両かな。よし、着いた。さて何しようかな。旅、それは世界を肌で感じれる唯一の方法である。今回の目的地は台湾。台湾は東アジアに位置する九州ほどの大きさの小さな島だ。今でもなお台湾をどの国とするかは政治問題としてあるが、日本では親日国としても大変親しまれ、海外旅行では常に上位をキープしている。すごいよ。降りた感じ、そんな温泉街って感じはしないかな。とりあえず温泉に入る前にちょっとお腹が減ったので昼飯にしようかな。結構お客さんが入ってるのでここにしてみようかな。ここで台湾のお店の、大体の注文の頼み方を紹介しよう。まず入店する際に伝票をもらおう。伝票とペンは大体入店してすぐかレジ前にあったりするのですぐに分かるだろう。次にテーブルの席番号を伝票の上に書くところがあるのでそこに書こう。あとはメニューから食べたいものを選んで注文したい料理にチェックをする。注文したい料理の個数は数字ではなく正の数字で書く。あとは店員に伝票を渡せば終了だ。今回注文した料理はこの3品。まずは豚肉入りの平打ち麺。衣に包まれたこの豚肉や、そしてかつおだしのとても効いたスープ。日本人の舌にあってとても美味しい。続いてはつくね入りのライスヌードル。スープは先ほどとは打って変わって台湾といったような味付けに、麺はとても細く少しザラッとした印象。女性が好きそうな香り高いスープっていう感じかな。続いては安定のルーローファン。肉と油でコーティングされたふんわり香る八角と甘いタレのハーモニー。これはうまい。Thank you.ペート温泉はその昔ドイツ人が源泉を発見し、日本統治時代に保養地として開発された。ここペート温泉はいくつかの種類の異なる源泉が湧いており、多くのスパや旅館などが立ち並んでいる。そのためか日本独自の温泉マークが至る所に表記されている。道の横の川には常にこういった源泉が流れている。手湯だ。ちょうどいい暖かさ。こうして見るとちょっと箱根の温泉街っぽいよね。あれやってない？まあまた今度来た時に来ればいいか。ここはペート図書館。地上3階建ての木造建築のこのペート図書館は非常にエコな作りとなっている。傾斜した建物の屋根や形は放射熱を逃がしたり雨水を取り込むための建築となっていて、トイレの水は雨水を使用している。中に入ってみよう。室内は自然光を生かした設計となっていたり、屋根にある太陽光発電パネルで中の電気を賄っていたりと、その豊かな緑や川に佇む非常に自然に配慮した建築から世界で最も美しい図書館ベスト20にランクインしている。そういえば最近図書館行ってないな。帰ったら俺もなんか本でも読んでみようかな。建築物を見る旅とか、なんかそういったテーマがあるような旅ってのもいいかもしれないね。ここは滝の湯。昭和天皇がペイトに来た際にこの滝の湯に訪れたことで有名だ。台湾の温泉では基本厳しい水着着用を義務付けられるが、ここは全裸で入浴できる数少ない温泉だ。普通の風呂もあるみたいだけど、個室風呂があるってことなので個室風呂にしてみた。ここの泉質は強酸ラドン温泉と、5分以上長く湯船に入ってはいけなく、何回か休憩をしながら温泉に浸かるようだ。また目に入ると大変危険なため、顔に温泉をかけてはいけない、またお湯の中で体を引っかいてはいけないなど、ちょっと怖い泉質でもある。実際に使ってみると入ってすぐ体がピリピリしてくる。それもそのはず、このラド温泉は pH1 から2と人間の胃酸とちょうど同じぐらいの強酸性だ。そしたら入ろうかな。海外の温泉に入ると日本の温泉ってどうなんだろうなとか、日本についてより知りたくなってくる。僕らは意外と日本のことをそんな知らないのかもしれない。次回は淡水に行こうかな。